私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ダンスが一番うまいと思うジャニーズグループランキング1位は嵐に決定。ネトラボ調査隊ではアンケートサイトボイスノート協力のもと、ダンスが一番うまいと思うジャニーズグループに関するアンケートを実施しました。ジャニーズ事務所に所属するアイドルグループはコンサートや音楽番組で何度もダンスを披露します。そんな中でもどのグループが特にダンスがうまいと思われているのでしょうか？早速、第1位、嵐。第1位は嵐です。1999年11月にシングル、エロシーで CD デビューし、その後はバラエティ番組やドラマなどで各メンバーが活躍。TV 出演だけではなくコンサートも精力的に行い、国民的アイドルの地位を確立しました。コンサートのステージでは、ダンススキルに定評があり、楽曲の振り付けを担当することもあるリーダーの大野さとしさんを中心に、各メンバーが個性の光るダンスを披露しています。2020年12月31日から活動を休止していますが、多くのファンがまた嵐のダンスが見られる日を心待ちにしています。嵐の名曲は斬新なダンスと共にあったフォーメーションの量や表現力など5人の飽くなきこだわり。嵐が9月にリリースした新曲 Whenever You Call の MV のダンスバージョンを公式 YouTube チャンネルにて公開した。同楽曲はブルーノマーズが提供したことで大いに話題を集め、英言葉で綴られた愛にあふれるメッセージをロマンチックに伝えていることからも、嵐にとって新鮮なナンバーとなった。公開されたダンスバージョンの MV は、先に公開された通常の MV 同様、美しい夜景をバックにメンバーがパフォーマンスする内容となっており、5人のダンスや動作一つ一つの美しさを堪能できる。フォーメーションの妙を見せている曲の一つには、デジタル解禁時にも配信されたモンスターがある。同楽曲が人気の理由には、リーダーの大野さとしが冒頭で聞かせる美声はもちろん、同部分で他の4人による独創的なダンスとの関連性がある。3拍子になる間奏では華麗な動きを見せるなど、全体的に表現力に富んだダンスパフォーマンスと、それらのインパクトの強さこそ、同楽曲が長年愛されてきた理由とも言えるだろう。また、エンドラスゲームのダンスも高い人気を誇る。A メロや B メロ、サビになる前に曲調もガラッと変わる変則的な同楽曲では、まるで歯車のような一人一人の動きが、サビでの一体感へと繋がっていく。独特な曲の雰囲気に合わせるため、ダンスの構成に工夫が加わったことが、結果として高レベルなパフォーマンスを実現させているのだ。また、嵐はヘッドセットでのパフォーマンスも魅力的だ。激しいダンスとクールさを組み合わせた、ブルースは、それまでの明るく元気な嵐のイメージを一変させた。ストリングスとピアノの高貴な雰囲気が印象的な同楽曲は、緊迫した場面が多い。その理由は、全体的に華麗なダンスを見せている一方で、サビでの、心は謎めいて、という部分では、少しゆったりとした動きで、四角を描くなど、印象的かつキレも見せるダンスの緩急の多さだ。また、後半への盛り上がりに向け、クールさとしなやかさを使い分けており、表現力という部分に注視したパフォーマンスであると感じた。フェイスダウンは、エレクトロニックなトラックからも、スタイリッシュさが目立つ楽曲で、メンバーの息の合った動きやカウントをずらしたダンスをはじめとするキレのあるパフォーマンスがメイン。しかし、フォーメーション移動での足の動きの滑らかさにも目を見張るものがあり、そういった部分での無駄のないスマートさによって楽曲の世界観を支えているのだろう。嵐イズムを生んでいたものとは、多様な楽曲に対応できる5人のパフォーマンス力であったと言える。ポップなイメージが強い嵐は、
ファンも真似しやすい振り付けや、スタンドマイクを用いたパフォーマンスなど見せ方のレパートリーを数多く持ち合わせているが、同じ振り付けを踊っているだけでも5人で5つの作品を作り上げている、という印象が強い。その上で、クールな魅力をアピールする場面では、ダンススキルを存分に発揮してきた。嵐が様々なダンスパフォーマンスを見せてきたことは、結果として次の世代への橋渡しとなった、という意味もあったかもしれない。その影響は、これからの日本のエンターテインメントにも生かされていく財産となったはずだ。嵐が、9月にリリースした新曲、Whenever You Call の MV のダンスバージョンを公式 YouTube チャンネルにて公開した。同楽曲は、ブルーノ・マーズが提供したことで大いに話題を集め、英言葉で綴られた愛に溢れるメッセージをロマンチックに伝えていることからも、嵐にとって新鮮なナンバーとなった。公開されたダンスバージョンの MV は、先に公開された通常の MV 同様、美しい夜景をバックにメンバーがパフォーマンスする内容となっており、5人のダンスや動作一つ一つの美しさを堪能できる。また、嵐と海外との接点に関しては、2013年にリリースされたアルバム、Love の収録曲である、PARADOX にも触れておきたい。同楽曲は、メンバーがニューヨークで振り付けのレッスンを受けるなど、楽曲に対する異常な気合を感じさせていた。それまでとは異なるセクシーな嵐をアピールするべく、独特な雰囲気を感じさせる同楽曲は、ファンの間でも人気の曲である。特に、5人がキレのあるダンスを横並びで踊るサビ部分は、ライブでも一つの大きな盛り上がりを作ってきた。日本のエンターテインメントの中心にて、グローバルな視点で活躍してきた嵐だが、そこにはダンスへのこだわりが不可欠だったように思う。名曲の裏には、常に印象的で斬新なダンスの存在があったのだ。第2位、スノーマン。第2位は、スノーマン、です。2020年1月22日にシングル、D.D. イミテーションレインで CD デビューした9人組アイドルグループとなります。特に注目を浴びたのがクレイジーエッシュビートです。デビューシングルのカップリング曲として発表され、リーダーの岩本翔さんが振り付けを担当。緻密に計算されたダンスの構成がプロからも高い評価を得ています。YouTube で配信されている MV も再生回数が多く、グループとしてのダンススキルの高さが評判となっています。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。